もビレジェンドガキ団でございます。今回もね、ビレジェンド上野くんとですね、お話をしていきたいと思いますけれども、はい。なんでタンクトップなの？T シャツを忘れてきて、車内にタンクトップしかなかったのでタンクトップ着てます。なるほどね、なるほどね、はいはい。まあ、そんな話はさておき、まあ、今日何の話をしましょうかね。何でしたっけ、何かの話しましょうっていう話でしたね。トレーニングの頻度は、うん、あ、トレーニング頻度ね、皆さんどうしてるのかな、はい、鍵谷さんどうしてるのかなみたいなところ。なるほど、はい、トレーニング頻度、上野くんは週何ぐらいでやってるんですか？私自身ちゃんとやってるのは週3、うん、週に3回です。週3、はい、うん、ただ、それ以外で、少しだけ軽く行くのも含めると、うん、実際にジムに行ってるのは週に6から7くらいです、はい。じゃあなんかそのオフらしいオフっていうのは1日あるかないかって感じ？そうですね、意図的に今日はオフにしようみたいなのは入れてないですね。あ、じゃあまあたまたまなんか別の用事とかで行けないから結果的にオフになっちゃうとか、そういうことです？そうですね、なんかなるほど、 ジムに行くことが結構好きで、うん、行ったからといって必ず全部その追い込んでるかというわけではなくて、あ、なんか分かるね、それね、はい、あるね。追い込んでいるのは本当に週に3回で、それ以外はまあイメージで言うと結構そのトレーニングの練習をしに行ってるような感じというか、まあ、神経系をちょっとつなげていきたいなというところを考えて、ちょっとハイレップでやるとか、はい、あえて高重量を、まあ、例えばちょっとラックアップだけ高重量やってみるとか、なんかそういうことですか？そこまでその回数だったりその、まあ、テクニックを使ってるというわけでもなくて、うん、まあ、大体その、まあ、10回くらいの普通のトレーニングのセオリーと言われるような回数だったりをやってるんですが、うん、ただ追い込まないっていうだけ、うん、ということは本当は20回できちゃうけど10回でやめてるってことですか？うん、そうですね、もう少し追い込む、もう少しだけ強度は高めてるんですけど、オールアウトまでは行ってないかなくないのとか。あ、うん、それはセット数ね、それとも、はい、回数はまあ今言ったみたいに、まあ、多分今の話だったら15回ぐらいいけそうだけど、まあ、10回ぐらいみたいなイメージだと思うんですけど、はい、だけどそれを本当だったらセット数で5セット6セットっていう風にもう限界まで、うん、もう3回も上がらないとかドロップセットでもっとやっちゃうとかってするところを、もうなんかその 3セットだけで終わるみたいな感じでやってるってこと？そうですね、3、4セットくらいまでですね、やって、うん、まあ、というのも、まあ、理由があってですね、多分少なくともこれも言葉を気をつけなきゃいけないんですけど、そのナチュラルな状態でトレーニングをするとなると、やっぱり回復はなるほど、はい、デリケートな話だね、すぐ、はい、デリケートな話で、回復のスピードっていうのはやっぱり考慮してトレーニングをしなきゃいけないと思うんですね、うん、なるほどね、はい、なので、まあ、週に1回だったとしても、うんうん、そこでかなり強度の高いトレーニングができて、うんうん、できてるのであれば、うん、その分だけ休息を取ってあげなきゃいけないから、まあね、いっぱいダメージ与えたんだったらその時いっぱい休憩もいるからね。そうですね、なるほど。で、まあ、裏を返せば、うん、その週に毎日こう追い込めるようなトレーニングは強度自体ができないんじゃないかなと。そう、足りていないのかなというところもあってですね、普通の人間であればできないんじゃないかな。まあそうですね、スーパーサイヤ人じゃなければ、まあそうですね多分スーパーサイヤ人はセンズ飲んだら治るからね。そうですね、もう本当気楽な話ですね。僕らセンズないからね、はい、っていうところがあるので、まあ、ちゃんと追い込むのは本当に1V 週に1回っていうところを大きく超えないようにはしています。なるほどね、そうか。でもまあ分からない、僕も結構ねトレーニングは週3から多い時週5ぐらいなんですよ。でもね、週5が2週3週と続くと、もうなんかね、風邪気味みたいになっちゃって。うん、で、まあなんだろうなと、まあ年のせいだって言ってしまえばもうそれでちゃんちゃんで終了かもしれないんですけど、なんかね、本当にそうなのかなっていう、まあ僕はやっぱ仕事柄、世の中に出回っているスタンダードな事柄っていうのは本当かどうかっていうのはやっぱり試してみたいんですよね。うん、なんか世の中でこうするといいよとか、こうだ、これはダメだよとかって言ってることを、あるいは言われてることが、なかなかみんなそこ試せないじゃないですか。でそういう情報って知ってても試す人まずいないし、なかなかねいないし、まあ、もちろんポジティブなことだったら試す人多いと思うんだけど、ネガティブなことだったら試す人まずいないし、でポジティブなことでも試し続けられる人もいないし、なんかきっかけがないとそういうのってやらないじゃないですか、はい、だからあえて僕ね、なんかそういうところを行ったり来たりしてるんですよ、うん、なんかその週5でやって本当に風邪ひいて微熱が出るところまでやってみるとか、
もう熱が出だしたらもう休息のまんまで、逆に何日も1週間10日とかやらずで、どれぐらいやりたい気持ちになるのかとか、どれぐらい体が変わマイナスで、まあ、ダメな意味でね、変わっていくのかとか、なんかそういうのを見たり、いろんなテストしてるから。だけど実はね、これ言ってないから知らないと思う、まあ、ちょっと薄々知ってたと思うんだけど、去年の12月8日に奈良マラソン走ったでしょ、はい、で実はその11月の上旬から、まあ、風邪ひいたりしてたのもあったんですけど、あのトレッドミルに乗ることしかしてなかったんですよ、はいはい、筋トレ実は、まあ、1回だけしたんだけどね、サイドレーズだけちょっとやったことあったんだけど、まあ、筋トレしてなかったんですよ。で実はもう今これがもう1月に入って、もう1月中旬になろうとしてますなってますけれども、実はねまだ筋トレしてないんですよ。ああそうですか。そう、終わってから1ヶ月経ってんの。うん、だから今ね2ヶ月筋トレしてないんですよ。ああすごいすごいすごいでしょ、はい、だからこれ何をしてるかというと、まあ最初はねトレーニング、プロテイン売ろうと思ってトレーニング始めた時だったら、だいたいジムに入った人は3ヶ月ぐらいで辞めるのが大半だみたいなことは統計で読んだことがあって、でああなるほど、だからやっぱりこれでもう邪魔くさくなってとかしんどくなってとか、やめちゃうのかっていう気持ちも分かったし、続けてるとやらないと気持ちが悪いとか、やらないと不安になるっていう気持ちも分かるようになったんですよ。ああだからトレーニングこうやってやるんだなとか、脅迫観念もあるんだなとか、いろいろ思ったりしたんだよね。で逆に今やらないで、 あえてやらない、やりたいでもやらない、それって何かというと、仕事が忙しくてできないっていうケースの人もいるわけですよ、はいはい、あるいは家族、例えば結婚したとか子供ができたとかでジムに行けないとかっていう可能性の人もいるわけですよ。そういう人が行かない状況が続いたら体と気持ちがどうなるのかっていうことを、うん、もうこの際だから実験しようと思ってやってて、うん、でやってて、ちょうどまあ間もなくちょっと筋トレを再開しないとダメな理由がまた別でできたので、まあ、できるのが分かってたんですよ。1月の上旬ぐらいに、筋トレをちょっとしないといけないっていうことが、まあ、ジムのねトレーナーの研修で僕受けないといけないって分かってたから、だからもういっそのことそこまでやらないようにしようと思ってやってなかったんですよ、うん、でやってないと気持ちは2ヶ月やってない今でもなんかもう、あ、じゃあもうやらなくていいやじゃなくて、やらなきゃダメだ、やりたいっていうのは常にあるね。うん、なんかだからそれでなんかそのままもうなんか、あ、もういいかって言って他のことをやったり他の遊びなんか考えたりしそうなもんだけど、やっぱりこの6年7年ぐらいやってると、やっぱり2ヶ月ぐらいでは完全にやらなくていいっていう風にはならないんだなっていうのが経験で分かりました。うんうんそんなことを学びたくないよね、別に。そうですね、その領域というかにはなかなかこう今からあえていくということが筋トレがないよね。そうですね、好きな人はなかなか行きづらいところだから行っていただいて、ビジネストレーニーだからねいやいやそうそう、だからね、だからもうめっちゃ体ちっちゃくなってるよ。もう肩とか触ったらもう全然もう肩の張りないし、うん、あ、でね、一番落ちなかったところって3頭なぜか、そうですか、なぜかわからない、なんでですかね、3頭が一番落ちなかった。うーん、で一番最初に落ちたのは肩。あで足はもともとあんまやってないからあんま変わってない、ね、そういうことなんですね。なんかその辺も多分頻度とか、うん、その実際生活のスケジュールにこう合わせざるを得ないと思うんですね。だからもうお仕事だったり、うん、その学業の都合で本当にもう週に1回2回もできるかできないかっていうような方はもうその環境で体をでかくできないっていうことはないと思うんですよ、うんうん、だからその分1回のトレーニングの質さえ上げれば、全然問題はないと思いますし、うん、逆にこう問題になってくるのはトレーニングが毎日できちゃう人っていうのは、うん、毎日できるので一つ一つのトレーニングの強度が、ね、回復が追いついていないのにもかかわらず、それもあった、はい、うん、頻度だけ上げてしまってっていうところもあるので、こうちょっと頻度を落とすっていうのは、うん、ことを試すっていうのは結構勇気がいることなんですけど、そうね、それも分かる、うん、なんかこれも、まあ、どういうゴールを見据えてるかだと思って、うん、まあ、体を作っていきたいのか、うん、それが好きなのか、
ジムに行くことが好きなのか、あ、なるほどね、レッスンするものが好きなのか、あ、もうそれ自体が趣味になってるっていうね。そうですね。なるほどね。ちょっとそこの、その手段と目的がこう曖昧になりやすい領域だとは思うので、もしその体を大きく私はしたいんだというふうに考えるような方であれば、うん、ちょっと頻度についても見直して、 あえてね、そうですね、あ、なるほどね、ガツッとも頻度落として、うん、その分あの調子一回一回めちゃくちゃ追い込むって、ね、そうですね、意外とそうするとその一回一回が調子良くなったりとか、集中するしね、そうですね、でその一回逃したらもう次、まあ週2だったら3日後までできないとかでなるからね、そうですね、ルール的に、そういう、ちょっとこうまあ、焦りというか、そういうところでトレーニングの質も上がるのかなというところは考えられるのかなと思うので、もう、もうその、まあ、うちのジムのね、田中トレーナーと話をしてた時に、まあ、僕その時週5ぐらいで、まあ、ドロップセットでやって、結構セット数も10セットぐらいやってってやってたんですけど、だけどなんか思うようにサイズアップしないんだよねって、食べてんのにみたいな話をした時に、いや、ひょっとしたら回復が追いついてないんじゃないですかっていう話が出て、はい、で、あ、その発想はなかったなと。いや、理屈では分かってるんだけどね、もちろん回復しないとダメだって分かってるんだけど、今の自分のトレーニングのレベルで回復が追いつかないぐらいやってしまってるなんていうこと思いもしなかった、足りてないと思ってたから、はい、やっぱり昔で言えばそれこそ、なんだろう、杉田さんとか須藤さんとか石井先生とかね、うん、あの頃だったら、なんだろう、100セットノルマとかってやったわけじゃないですか、はい、だからそのことを思うと、そんな、なんだろう、2、30セットやるなんて、そんな大したことないと思うわけですよ。はい、まあ、彼らは世界に行くボディビルダーだからね、レベルは違うとはいえ。だけど、まあ、彼らはやっぱ同じ人間でそういうのやってたんだから、僕らもそれぐらいやんなきゃと思ってるんですけど、でもやっぱり、そういうこともあるかもね、みたいなこと言われたときに、なるほどって、なんか逆にちょっと思ったりして。でもやっぱりその時はね、怖くて頻度落とせなかった。そうですね。で、そこについては、結局私自身、まあ、今伝えたような内容で今やってるんですけど、うん、まあ、あくまでこれがベストですよっていうような内容で話しては実はいなくてですね、うんうんうん、これも私自身今その実験をしてる最中というか、まあ、その追い込むあの日にちを抑えてるっていう理論としては、うん、うちでも DVD 出してるあのハイインテンシティの小川さんの DVD、うんうん、ヘビーデューティーですね、うんうん、でそれにの理論にのっとったやり方でやってます、うん、週1で極限まで週1で追い込んで週に1回で OK という考え方ね。そうです、うん、でそれ以外ジム行ってるのはもう本当にもう素振りだと思って実はやってる、その動作の、うん、あの確認というか、なるほど、ね、やっぱりそのトレーニングの歴が浅い人っていうのは、うん、まだ体の使い方、うん、まあ言ってしまえば頭と筋肉の連動がうまくいってない、うん、そういう人っていうのはやっぱり反復を重ねることでそこがつながっていくかなっていうのがあるので、そういう言ってしまえばまあ素振りの日みたいなので、うん、なるほどね、あのジムにこう行って軽くやってるっていうようなことです、うん、まあ、ベンチなんか特にそうだよね。あのプレートつけずにシャフトだけでやっぱりやってっていうのは特に初心者の間はやるべきだし、上級者になっても、はい、あのやっぱりシャフトでフォームチェックするっていうのはやっぱりされてますもんね。結構世界大会で活躍してる人なんかでもシャフトでよくやったりしますもんね。そうですね、うん、その辺の反復っていうのはその体作り直接というよりもトレーニングの質を上げるためにも必要なのかなというのがあるので、それをあえて別の日にとってやってるっていうのが今私のやり方ですね、うん、そうか、はい、なるほど、そうか、まあ、結構ね時間も経ったんだね。そうですね、まあ、僕もあれね、あれだな、本当今もう2ヶ月やってないから、今次に試したいのはあのマッスルメモリーが本当かどうかっていうのを試したい。ああ、なるほど。なんか怪我とか病気して2ヶ月休む人とかやっぱり中にはいるじゃないですか。はいはい。で2ヶ月休んだ人が回復するのに、今までは例えばそこまで行くのに3年5年ってかかったけど、元戻るのに1ヶ月2ヶ月で戻るとかいるじゃないですか。はいはい。それがどれぐらいのものなのかっていうのをちょっとね試してみたくて、まあ、でもなんか感覚的に1ヶ月でなったものは1ヶ月足らずぐらいで戻りそうな気しますけどね。まあそこもね、なんか筋肉の基質自体が縮んでても核の数は変わらないからっていうのがマッスルメモリーの考え方っていうのを聞いたことあるんですけど、うん、実際それがどの辺までっていうのは、うん、でもなんか話を聞いてるとやっぱあるにはあるっぽいんですけどね、うん、だからそこはあのこの鍵谷チャンネルで今これぐらいもう、はい、なんかめっちゃちっちゃくなったよね、本当になんかね、太ってるんだけど、体はちっちゃくなるというね、これダメだね。
これ途中経過が何かしらの動画で、限りの方から報告できるかもしれませんので、そこは、多分数字取ってないからね。はい、そうですね。これはもう、感覚値だよね。そうですね。ちょっと体のキレとか張りとかね。はい。まあ、こういった場でまたちょっと、ヒアリングしてどうですかみたいな感じの動画は出せるかなと思います。ぜひぜひ、はい、まあ、ちょっと一つまとめとするならば、皆さんにお伝えできることで言うなら、まあ、頻度を、まあ、が少ないからっていうことはこう言い訳にしてしまったらもったいないっていうところ、うんうん、少ないからでかくならないっていうことは決してないとは思います、うんね、はい、うん、であと頻度が十分できてる高頻度でできてる人も頻度をちょっと調整することでまた違う世界が見えてくるかもなので、うんうんうん、そこもちょっと試行錯誤してご自身に合ったものを、やってみても面白いのかなというところが一つまとめになるのかなと思います。上手にまとめました、はい、まとまりました、はいはい、ということで、こちら動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。でなんかね、この鍵谷上のトークでですね、なんかこんな話してみてよとかね、なんかそういうのありましたら、ぜひお題の方もね、コメント欄にいただければと思います。はい、ということで、ぜひまた皆さん、楽しみにしておいてください。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。